近くに物資反応があるみたいだな。よし、ここから先はセーラン側の海抜群が紹介に出ている恐れがある。慎重に進もう。ユイト、アジトでの話だけど本気なの？吹雪連隊長を手伝うって話？そう、だってそれってカイトさんや亡くなったおじ様を疑うってことでしょ。私はこの隊に残る。え？つぐみ、ナオミかわいそうだった。もし政府が関わってるんだとしたら許せない。ストップ、前方から怪異が来るぞ。花火、つぐみ、話は後で聞く。今は怪異を片付けるぞ。うん、そうだね。しないでね。了解。協力してくれ。他に怪異はいないか？特に反応はない、うん、ユイト、大丈夫？え？ああ、今の戦闘では特に大きなダメージもなかったけど。何言ってるの？急に頭が痛いって立ち止まったから。待って、また記憶が飛んだんじゃないかな。さっきまで何を話していたか覚えていますか？花火が本当に吹雪連隊長のことを手伝うのか尋ねてきて、その後つぐみがこの隊に残るって。その先は？その先って怪異が現れて戦闘になったから何も話してないだろ。違うのか？ユイタ、ルカとゲンマの話覚えてないの？何を話したんだ？俺の老化が始まっているという話とルカが受けた実験のことだ。ごめん、何も覚えてない。本当にその話をしたのか？ユイト、俺も聞いてたから間違いない。ステータス上の異常は出てないけど、医者に言われた脳の疲労ってのが影響してるんじゃないか。超能力を使えばどうしても脳に負担がかかる。今は無理に戦闘をしない方がいいのかもしれない。そうはいかないよ、任務があるし。ユイト、本当に大丈夫？おとがしゃ、友造影。え、な、何？あ、ま、本舗デブルスハイダン。なんだ、言葉が、考えていることと言葉が一致しない。変運来たけじ。頭部に異常な反応が見える。何が起きているんだ？言語障害です。おそらく脳に強い負荷がかかっているのでしょう。どうすればいいの？病院で処方された薬はありますが。しかしあのアンプルは怪しいぞ。
見た目は配置化軌道で拾ったアンプルと同じもの。みんな注意してくれ、怪異がそっちに接近中だ。こんな時にユイトは休んでて、怪異は私たちでどうにかするから。くそ、頭が痛い、割れそうだ。これで平気。まだだ。戦わなきゃ。ユイト、まさか超能力が使えないのか。ダメだ、超能力が全く使えない。このままじゃまともに戦うことすら。どうすればいいの？何か直す方法は。どうする？飲むか今。ユイト！迷ってる場合か。こんなところで怪異にやられるわけにはいかないだろう。ユイト、あのアンプル剤を飲んだんですか？つぐみ、今見てる。頭部の異常反応がちょっとずつ消えてる。この薬すごい効き目だ。頭痛ももう収まってきた。ユイト、言葉もちゃんとわかる。どうだ、戦えそうか？ああ、大丈夫だ、一気に片付ける。痛みも消えた。これなら逃げる。次だ。次だ。敵の動きよく見て。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。各種ステータスに異常なし。どうだユイト、具合は？ああ、もうなんともない。心配かけちゃったけど、アンプルを飲んでよかったよ。正直、あのままじゃどうにもならなかった。そうですね、副作用も特に出ていないようですし、問題のない薬だったと考えていいのでしょうか？まあ、変な匂いがしてすごくまずかったけど。ねえ、このまま任務を続けるの？少しアジトで休んだ方がよくない？大丈夫だよ、超能力の調子も元通りだし、異常を感じたらすぐに言うから。先へ進もう。了解。でも本当に無理しないでね、約束だよ。ああ、分かったよ。
近くにプッシュ反応を見つけた。上空の断絶の帯が濃くて、こちらからは捕捉ができない。もう少し情報をくれ。トラックだと思う。2台、セイラン方面に移動してる。つぐみ、
どうした？一瞬荷台の中が…でも多分見間違い。よし、近くの監視カメラから映像が撮れた。これは海抜軍の輸送車だな。敵？味方？現在水波川付近に出撃している海抜軍はユイト隊だけだ。じゃあ青蘭側に着いた海抜軍ってことだね。あ、見つけた。誰か二人こっちに来る。あれは強化とカゲロウ。そうか、透明か。気をつけてくれ、こっちじゃ捕捉できない。みんな周囲を警戒だ。うん、そらよ遅い。なぜ強化とカゲロウが襲ってきたんでしょう。ユイトを狙ったのは重ねの独断だと思っていましたが、二人も重ね同様ユイトを狙うと決意したのか。あれにも他に思惑が。いずれにせよ注意してください。手加減はしねえ。カゲロウが透明化しても私の投資なら捕捉できる。つぐみちゃんの超能力との相性最悪なんだよな。友達としては相性最高なのに。本当にそう思ってるなら聞いて。みんな大丈夫か。私だって本当はこんなことしたくない。さあ来い。どうだよ。あったね。信頼していた元隊長と敵対することになるとは。あなたは撃つ。思ったよりも手強いわね。強化様、行こうぜ。やるべきことは済んだ。どうして強化とカゲロウがこの辺りの警備をしていたのか。輸送車と関係あるんじゃないでしょうか。彼らの動きは明らかに時間稼ぎでした。こっちでも二人の行方を追ってみる。つぐみ、あいつらがどっちへ逃げたのかデータをくれ。ダメ、カゲロウと強化がたくさんいる。みんなバラバラの方へ逃げてる。強化の複製能力ですね。こちらを撹乱するつもりでしょう。ごめん、本物を見分けるのに時間がかかりそう。輸送車も見失った。悔しい。そうか、輸送車の行き先をつぐみから隠すための陽動作戦だったんだ。最後に見た時輸送車はどこへ向かってた。多分セイラン方面。俺たちに追われたら困るってことはただの物資輸送ってわけじゃなさそうだ。何か情報をつかめるかもしれない。ちょっとだけ時間くれ。つぐみからの情報と合わせてこっちで当たりをつけてみる。ユイト、セイランの町とは別方面なんだが、ちっと引っかかる場所があるんだ。複製隊はここだけ避けて散ってるようにも見える。確証はないが、どうも怪しいぜこいつは。ナイスだ渡れ。よし、まずはそこまで行ってみよう。なんだここは。誰もいないな。あ、輸送車が止まってるぞ。じゃあここで当たりだね。町から結構離れてるけど、セーランの施設なのかな。俺が検索できる範囲じゃここの情報は全くないんだ。まあだからこそ怪しいかもな。俺たちの侵入はまだ気づかれていないようだが、何か
うまく言えんが、ここは妙な気配がするぞ。車の方は僕が見てきます。つぐみ、渡る、フォローお願いします。ねえユイト、念のために聞くけど、記憶は、言葉は、頭痛は？今は大丈夫だよ。花火は心配性だな。言語障害まで起こしたのだ。心配して当然だろう。無理しないでね。ユイトは子供の頃から体が弱かったし。そういえばそんなことを言っていたな。ああ、うん。ほとんど病院で過ごしてた。5歳ぐらいでやっと退院が許可されて、それからは元気だけど。待った、ルカがヤバいもの見つけた。ヤバいものって何？あの輸送車が何を運んでいたのか分かりました。生首？嘘。これと同じものが輸送車いっぱいに収められていました。そんな、見間違いかと思ったのに。本当に一台はすでに積み荷が空になっていましたが、多分同じものが入っていたんだと思います。輸送車2台分の7首、どういうことだ？もう少し奥まで潜入してみよう。もしかしたらカサネたちもいるのかもしれない。分かった。どうしてこんなことしてるのか突き止めないとだもんね。潜入してみようとは言ったけど、そう簡単に通れるわけないか。ここの扉、どれも通しできない。うん、お前たちは、手荒な真似をしてすまない。心配するな、気を失っただけだ。しばらくは目を覚まさないだろうがな。びっくりした。3人ともすごいね。ありがとう。俺、動けなかったよ。とっさの判断ができるのはさすがだな。これ、もしかすると扉のカードキーかも。つぐみ、よく見つけてくれましたね。これで先に進めそうですよ。もうここは敵地なんだもんね。気を引き締めていかなきゃ。よし、この扉から先へ行ってみよう。珍しいものを落としたみたいだ。
火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。そこを疲れると弱いみたいだな。次だ。次は。すみません、お見送りでしまいました。はっ、はっ、はっ、やい。おっと。さあ、そう。ピンチの隊員がいる。注意してくれ。熱くなりすぎました。ユキトがとどめさせてくれた。ね。待て。近くに物資反応があるな。どうする？それ。力を貸してくれ。いつでも準備万端だよ。動きたくてうずうずしちゃう。ルカ頼む。花火の超能力を使うと良さそうだな。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。なんでカードキーが床に落ちてるんだろう。血みたいな色の汚れがついてるけど、確かに血の汚れですね。おそらく
研究員が事故で怪異に襲われてといったところでしょうか。コツを教えましょうか。どうぞユイタ。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。Hit!